とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりに、雷の矢筒ビルド、使っていきたいと思います。装備こんな感じでいきますね。ツタノムチにフルメタルアーマーの冬の指先。で、アーティファクトが、羽、稲妻の矢筒、二つ、ですね。回復は、フルメタルアーマーの、ヘルスシナジーだね。これで回復をしていきたいと思います。いいステージが出てたんですよ。ここ。孤立した城のデイリーチャレンジ3。ここが、プレイヤーの HP が 75% 減少するクエストですね。なかなか厳しいと思うけども、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。一応、矢が出てきてくれると嬉しいんで、開けていきましょう。矢が出ない。こっちはどうだ？矢、頼む。出ないんかい。一応ね、矢筒を2つ装備はしてるんだけども、足りないのよね。足りない。これだけじゃ。なので、できれば、200本ぐらいはね、ストックしときたいのよ。おーい。いっせーな。あ、でもタンブルビーが、なんとかしてくれるね。よっしゃ。オッケー。洞窟はあるか？ないかな？洞窟はないです。で、キャプテンはいるかい？あ、一応キャプテン全部。取るつもりでいきます。つもりね。うん。できるだけ取ります。あれいないってことは、最後の方に、2、3体いるタイプか。ここにはまあいるとは思うけどね。オッケー。やっぱ強いね。ああ基本的に、よし、変更がいなければなんとかなりそう。よし、オッケー。脅威。おお、何してんのお前。あー、強制戦闘ね。しゃあない。すごいね。できるだけ敵をいっぱい出してから攻撃していきたいところ。方がね、ダメージ出るのよね。敵がいっぱいいるところに打ち込むとこのビルドは強い。よし、次いけるかな。うん、あ、でもね、攻撃をもらうと本当にね、下手したらワンパンでやられるから、攻撃はもらわないようにいきましょう。あぶねえ。よっしゃ。うん、いいね。タンブルビーと、レイカの相性いいね。タンブルビーで、引きつけてる間に、無知で攻撃できるんで。よっしゃ、オッケー。はい。早い、早い。足早い。あ、足が早い。なんだそれ、ほんとに。ナイスです。タンブルビー行って、おお、倒しきった。やるね。で、矢が48本か。もうちょっと欲しいな。あ、あったあった。せめて200本ぐらいはストックしときたいよね。ああ、落ちそう落ちそう。200本は欲しいな。あ、あったあった。もう1個あった。いけるもんだ。118本。よし、まあ、もしもね、ダメージを受けたとしても後ろに下がっとけば回復するんで、まあ、ちょっとその戦法でいきましょう。いやー、エンチャントのロイヤルガード勝った。
よし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 。ちょっと待って、対電のやつだ。対電やめろ。まだいるんでしょ。よっしゃ。危ないって危ねえって、こっちに近寄らせないでくれ。 OK、 いけてる。よし、220本。あー、なんか装備変えても良さそうだけどね。矢筒2つじゃなくって、うん、こんだけあればちょっと変えるか。やっべ、ちょっと待って待って、矢筒2ついらないな、これだったら。なんか違うやつに、変えましょう。まあまあ、愛のメダルが一番無難とは思うんだけどね。いきまーす。いや、微妙になるか、火力が。いや、そうでもないか、いけるね。大丈夫？強制戦闘だ。変なやつ来んなよ。ナイス。あ、あ、いいね、いいね、いいね。よし。やべえよ、やべえ、ちょっと。思わず使っちゃったけど、いけるいける。いる、キャプテンいる。あっ、ええわ、愛のメダルした急に強くなったな。うん、矢にあの余裕が出だしたらやっぱ変えた方がいいね。200本ぐらい余裕があれば全然いけるんで。 OKOK、 反対側にもいるな、こりゃ。反対側を行きましょう。わっ、いいね、いいよ、愛のメダル。いや、やっぱ強い。でもね、あんま調子乗ってるとやられるのよ。ちょっと待ってね、ぴょんぴょんして HP 回復します。よし、 OK。 いないね。うん、洞窟もないし、いませんね。 OK、 じゃあ早速進みます。 OK、 これなら余裕だわ、ほんと。お、全然余裕で戦っていけてる。よし、まあまあ、エンチャばっかりの敵がね、出てきたらどうしようもないけど、こういうこともあんまないしね。大丈夫だわ。でも脅威2だけか、なんかちょっと寂しいな。できればもうちょっと、あ、対戦やんないぞ。よし、対戦は危ねえ。うわ、こいつも対戦。うー、ちょっと待てワンパンされるわ。ワンパンです。うん。マジか。ワンパンつらいな。ちょっと待って。重力パルスもついてるでしょ。嫌な敵だな。よっしゃ、オッケー。うん。遠目から若干ね、遠目のところからビシッて打てばいけるわ。よし、行くぞ。できればキャプテンがあとね、もう少しいて、CG をね出して。うわ、いい、寄りすぎ、近寄りすぎ本当に、本当近寄りすぎ。もうやばい。いや、でももう、もうちょっとでね、最後にはなるのよ。もうちょっとで最後ではある。もう見えてる。いけ、よし、 OK、 いけるぞ、いけるぞ。で、ここにいるんじゃないかい、こっち側。どう、あまり先に
出すぎないように。あー洞窟がある。マジでか。入らないとダメか。これは辛いぞ。うわー、よし、とりあえず1体で、まだいるね。ちょっと任せた、とりあえず任せた。よっしゃ、オッケー、よし、おお、いい感じ。うわ、嘘や。一番奥はね、強制戦闘だからいないのよ。いや、これ無理だって、無理だって。ナイトモード無理だ。いやいや、脅威3だぞ。脅威3でナイトモードは無理。まあ、愛のメダルだから、ちょっとはマシか。あまり前に出すぎないようにして、いけばいけるかな。うん、矢の数は十分あると思う。あまり前に出すぎないように倒していこう。よし、やあ、もう弓のやつからのもうワンパンされるわ。ちょっと待って、弓でワンパンはきついって。よし、行きます。怖い。うーん、じゃあポーションバリア使っとこう。怖い。俺はちょっと遠目にいるわ。よし、いけた。もうボスいけ、ボスいけ。あれ、おー、いるね、いるね。よし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 、もうボスだ、ボスだ。オッケー、来んなってクリアさせてくれ。オッケー、ダイナも溜まってる。でもね、このナイトモードっていうのは怖いのよ。いや、大丈夫、ぴょんぴょんしてれば出てきた時に愛のメダルかけてなんとかなる。ちょっとワンパンでいくぞ。ワンパンいけるか。無理か。いや、ワンパン無理だ。うっそこれ食らったら終わりそう。いや、絶対終わるわ。来い。よし、あ、固まらないで。よっしゃ、よっしゃ、逃げろ。はい、クリアですね。よーし。でもって報酬はアーティファクトですね。256、頼む。254回。普通の矢筒は254しか持ってない。で、これはいらない。はい、ということで、うまくいきましたね。はい、75% HP が減少するクエストを、これだね、雷の矢筒ビルドでクリアしました。最後に愛のメダルに変えたっていうのがやっぱ良かったね。うん、あの段数が200本ぐらいになるとこのセットがベストですね。はい、まあなんとかいけてよかったです。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。